旅行の達人。旅行の達人の畠山浩一です。今回は淡路島でときめくデートスポット10選をご紹介します。皆さん、淡路島をご存知でしょうか？瀬戸内海で最大の島と言われる兵庫県の淡路島。実はマリンスポーツや温泉や山、そして海の幸が豊富で関西のリゾート地位とも言われていて、とてもデートにおすすめなのです。今回はそんな兵庫のハワイと言われている淡路島での王道なデートスポットを10選ご紹介していきます。まず1つ目は岩屋温泉美馬津穂の里、淡路市。最初にご紹介するのは淡路島の淡路市にある日帰り温泉施設の岩屋温泉美馬津穂の里です。こちらは心身ともに癒されながら世界最大級の吊り橋の贅沢な眺めを味わえる絶景スポットです。露天風呂だけではなく和風や洋風洋室で天然ラドン温泉を楽しめます。温泉だけではなく食も堪能できます。おすすめは淡路島名物の生しらす丼です。こちらの生しらす丼を食べずには淡路島から帰ってはいけません。というくらい美味しいそうです。また高級な淡路牛を使っている淡路島バーガーも美味しくておすすめです。大事な人と美味しいものを食べて、綺麗な景色を見て、温泉で癒されてくださいね。続いて2つ目は江島、淡路市。続いてご紹介するのは淡路島の淡路市にある江島です。こちらの島は淡路島の中でも特別な島なのです。一説によるとイザナギの御事とイザナミの御事という神々が海の水をかき回して持ち上げた矛から垂れた水から島々ができたと言ったという言い伝えがあります。信じる信じないは別として、この島は日本神話にとってとっても大切な島です。写真のように江島の岩肌はとても美しいです。これを自然が作り出したと考えると、またさらに感動してしまう美しさです。こちらの島に行ったら何か神秘的なものを感じているような特別な気持ちになります。ぜひ大事な人と日本の始まりと言われている島へ行ってみてくださいね。続いて3つ目は淡路夢千景、洲本市。次にご紹介するのは淡路島の洲本市にある宿淡路夢千景です。こちらは大自然、湯巡り、淡路島の食、絶景といいとこ取りで贅沢な旅館です。ここから見る限りなく続く海の景色は言葉が出ないほど美しいです。この旅館に来て絶対外せないのがこちらの美しい景色が見られる展望台露天風呂です。先には海が見え、お風呂には空が映り、まるで自分は異次元にいるかのような綺麗な景色を見ることができます。極上の時間を大事な人と一緒にいかがでしょうか。続いて4つ目は愛屋の滝、洲本市。4番目にご紹介するのは淡路島の洲本市にある愛屋の滝です。こんなところに滝があるのと思ってしまうほど少し隠れたところにある愛屋の滝、マイナスイオンをたくさん感じることができるそうです。夏のホタルが出る時期に行くのをおすすめします。ホタルと滝の組み合わせが何とも言えない世界観で神秘的です。たどり着くまでに少し長めの階段があるため、雨の日は特に注意して歩いてくださいね。大事な人一緒に歩いた階段の後に見ることのできる滝の景色は絶妙です。続いて5つ目は淡路島モンキーセンター洲本市。5番目にご紹介するのは淡路島の洲本市にある淡路島モンキーセンターです。約300匹の野生のニホンザルと触れ合えるとても可愛い施設です。ニホンザルたちは朝に山から降りてきて、夕方に山へ帰ってしまうそうです。山から降りてきている間にニホンザルを見られます。皆さんはザル団子をご存知でしょうか？こちらのニホンザルたちは寒くなってくるとみんなで固まって団子のようにくっつくそうです。そんな大きな団子みたいにくっつく現象をサル団子というそうです。淡路島のニホンザルは仲良しで、この現象は仲良しじゃないと起こらないそうで、淡路島ならではの光景です。ぜひ癒されに行ってくださいね。続いて6つ目はおのころ島神社、南淡路市。6番目にご紹介するのは淡路島の南淡路市にあるおのころ島神社です。日本の神々の誕生の聖地と言われています。先ほど出てきたイザナギとイザナミの神が祀られていて、安産の神や縁結びの神社として知られています。こちらの写真の石は石霊石といいます。お祈りの仕方が3通りあり、今の絆を深めたいカップルの場合をご紹介します。男性が赤を持ち、女性が白を持ち、2人で手をつないで思いを込めてお祈りをするそうです。大事な人とぜひ訪れてみてくださいね。続いて7つ目は、ケイの松原プロポーズ街道、南淡路市。7番目にご紹介するのは、淡路島の南淡路市にあるケイの松原プロポーズ街道です。こちらの道はとてもロマンチックな夕焼けや海が見えるスポットに通じているため、カップルの散歩道として大人気です。また別名でこちらの道は変わらぬ愛を誓う道とも言われています。道にはプロポーズの言葉が書かれている瓦が並んでいて、読んでいるだけで幸せな気持ちになります。ぜひ大切な人と幸せな気持ちになれる道を散歩してみてくださいね。続いて8つ目は、渦の丘大鳴門橋記念館、南淡路市。8番目にご紹介するのは、淡路島の南淡路市にある渦の丘大鳴門橋記念館淡路島です。皆さんは渦潮をご存知でしょうか。写真の通り、海の水が渦を巻くほどです。淡路島では世界一と言われるほど大きい渦潮が起こります。こちらの施設はこの不思議な渦潮について学べる科学館があったり、グルメやショッピングも楽しめる複合施設となっています。またこちらのように美しい夕焼けと海を見られる絶景ポイントもあります。施設のエンターテインメントを思う存分楽しんだ後に、夕焼けを見ながら一日の思い出を大事な人と振り返ってみてはいかが。続いて9つ目は、淡路茶のヒレドルフィンファーム、南淡路市。9番目にご紹介するのは、淡路島の南淡路市にある淡路茶のヒレドルフィンファームです。こちらの施設でイルカ好きや動物好きにはもってこいのスポットです。大人から子供まで楽しめる、イルカと交流のできる施設です。海には入らずにイルカを触れる触れ合いコースで握手ができたり、海に入って一緒にイルカと泳げるコースがあったり、イルカと一緒に触れ合いながらイルカをトレーニングできるコースがあったりと、いろいろな方法でイルカと触れ合えます。イルカと遊べる貴重な機会を大事な人と楽しんでみてください。続いて10番目の最後は、沼島上立上岩、南淡路市。最後にご紹介するのは、淡路島の南淡路市にある沼島上立上岩です。淡路島から沼島汽船で約10分で着ける島です。30メートルほどある岩ですが、こちらは岩の中の穴がハートの形に見えると言われていて、日本最古の縁結びのパワースポットという説もあります。先ほど出てきた神話のイザナギとイザナミの神が結婚した場所としても知られています。ハート型にくぼんだ岩の絶景に訪れて、大事な人と2人で愛を深めてみてはいかがですか。いかがでしたか。今回は淡路島のおすすめな王道デートスポットをご紹介しました。日本神話でも大事な存在とされている場所で、イザナギとイザナミのラブストーリーも書かれている神秘的でロマンチックな淡路島。訪れたらカップルの愛が深まること間違いなしです。ぜひ一度足を運んでみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。